1万円が120万円全7通貨対応で、どの時間帯でもエントリーが可能となります。はい、どうもバイナリー投資塾の陽介です。今回はマーチンなしでインジケーターもなし、バイナリー初心者が廃炉口座1万円を120万円にさした最強の法則、こちらをね、あなたに伝授していきます。今回の法則なんですが、1分ターボ推奨のもので全7通貨対応、どの時間帯でも高勝率を実現しています。今回の法則はローソク足の規則性に基づき結果を予測してくれるので、雇用統計など大きな経済指標の影響をほぼほぼ受けません。その結果、視聴者がね、1日でこれだけの収益を上げたんです。1万円だけ入っている廃炉の口座が128万9000円まで増やすことに成功したんです。まあ、確かに1日の結果ですが、実質取引していたのは 2,3 時間程度なので、さらに時間をかけることで収益を伸ばしていくことも可能となります。そして今回は詳細だけではなくて、プレゼント情報、これも動画内で発表するので、くれぐれも見落としがないように最後までね、見るようにしてください。それではね、早速解説をしていきます。本編スタート。はい、今回はね、マーチなしでインジケーターもなし、バイナリー初心者が廃炉口座1万円を120万円にさした最強の法則ということでね、お話ししていくんですけども、今回はね、こういった内容でお送りしていきます。まず最初に、今回のね、法則について、あとはエントリー条件だったり実際のね、トレード映像をお見せします。でその中で、ワンポイントアドバイス、細かいポイントだったりとか、あとはおすすめのね、通貨ペアなんかも紹介していきますので、くれぐれもね、見逃しのないように最後までご覧ください。ただ今回ね、こちらの法則なんですけども、1分足を推奨してます。なんで MT4 ね、まず開いていただいて M1 と設定するようにしてください。それができましたら、まずは準備は OK となります。でまずね、今回の法則っていうのはリニューの法則と言います。でこのリニューの法則っていうのはローソク足だけに着目したエントリー方法になります。つまりプライスアクションを利用した確率論の方法なんですね。でプライスアクションっていうのはローソク足の動きから相場を判断するテクニカル分析のことを言います。ローソク足が高値を更新し続ける、もしくは安値を更新し続けるっていうことが条件なので、アウトサイドバーっていうね、プライスアクションにかなり近いものになります。ちなみにね、今表示されているのがアウトサイドバーに基づいたエントリー方法です。これは半エントリーの場合ですが、高値だけじゃなくて安値も前足に比べて更新している状態、つまり包み込むようなローソク足が連続していることが条件となるんですね。ただ今回のリニューの法則というのは高値更新のみに注目します。ローエントリーはね、安値更新のみに注目なんですけども、少しね、特殊な形でエントリーしていきますので、エントリー条件などはしっかりと見ておいてください。では早速ね、半エントリー条件からやっていきましょう。はい、そうしましたらこちらがね、半エントリーのポイントですね。でまず前提としてね、3本以上連続で高値を更新し続けてること、この辺はね、1234とこう合わせると5本ですけど、こういったね、高値をこう更新し続けてる局面をまず探してください。この条件一致のね、こう足の1本前の足、ここですね、これがまず陰線であることで、さらに現在足は陽線であることを確認してください。いいですか、3本以上ね、高値更新していて、条件一致のね、1本前の足、ここで陰線が形成してるで、なおかつね、現在足は陽線であること、これらの条件のね、確認ができましたら、次の足で半エントリーとなります。そうするとね、このように陽線が形成されておりますので、しっかりと勝つことができています。ここもね、そうですね、ここも3本以上ね、高値更新していて、なおかつね、陰線陽線という順番できているので、次の足でね、半エントリーをかけると5、陽線ついてね、しっかりと勝つことができています。これがね、半エントリー条件になるんですけども、せっかくなんでね、タイミングをつかむためにも半エントリーのね、実際のトレード映像をご覧ください。はい、そうしましたら、そろそろね、ちょっとエントリーできそうなポイントあるので、ちょっと待ちたいなと思います。今ね、条件一致の確認が取れましたので、10万円でね、半エントリーを1本だけ行いました。でエントリーした理由、条件の方になるんですけども、まずね、前提として3本以上連続で高値を更新し続ける、これは実体じゃなくて高値っていうところにね注目してもらってるので、まあ当たり前ですけどヒゲにも注目してもらってます。実体を含んだ、まあ、ヒゲもね含んだ一つのねローソク足に対して高値、一番上の部分ですね、それがこう3本連続ね更新し続けてる。で条件一致の足を見た時にその1個前の足がまず陰線であること、逆にね現在足に関してはちゃんとね陽線であるっていうのを確認した上で次の足でねハイエントリーをかけました。まあ今ね結果出まして、ちゃんとまあ陽線が形成されたので、まあ救命のね利益の獲得となります。はい、そうしましたらここでワンポイントアドバイスなんですけども、現在足条件一致したね現在足を見て大陽線もしくは大陰線の場合は逆行する可能性があります。もう本当にめちゃくちゃでかい大陽線、まあ、もしくは大陰線の場合ですね、次の足に同じ色がつきづらい可能性がありますので、あまりにも大きいね足が形成された場合っていうのは見送る方が賢明です。そしたらまあそこも踏まえてねローエントリー条件やっていくんですけども、ここですね、ここがまあローエントリーの条件となります。まず3本以上ね連続で安値を更新し続けてることで、1本前がねこのように陽線、条件1の1本前が陽線ですね。で現在足が陰線であること、これらの確認ができましたら次の足でローエントリーをかけていきます。そうするとこのようにね陰線がついてますのでしっかりと勝つことができるんです。まあ、ローエントリーもね実際にトレードしてる映像がありますのでそちらをご覧ください。はい、そうしましたらまあローエントリーのポイントが来そうなのでちょっとこのまま待ちたいなと思います。はい、そうしましたら今ねローエントリー1本で書きました。まあ3本ね連続でこう安値を更新してたので、まあ、ちょっとこうポイントね伺ってたんですけども、まあ、1本前のね足、まあ、ローソク足をね見た時に、まあ、陽線がねちゃんと形成されて、で現在足でね、まあ、陰線がちゃんと形成されてたので、まあ今ね、まあ、判定待ちですけども、まあ、ローエントリーを1本かけたっていうところになります。まあ、ポイントとしてはまずこう3本以上ね連続で安値が更新してると、まずこういった局面を見つけるようにしてください。で必ずね途中まあ陽線が挟むっていうのが条件なので、まあ、ある程度ねこう安値安値と更新されてみた時にそこでもう陽線とかね形成されてきたらかなり狙い目です。でまあそこでエントリーじゃなくてねこうちゃんと次の足の陰線が形成、その確認がねできたらまあ次の足でローエントリーといった方法になります。で結果出ましたね、きちんと陰線形成されているので無事勝つことができました。10万円でねエントリーをしてましたので9万円の利益の獲得となります。はい、ではここでねおすすめの通貨ペアをお伝えしていきます。まあ基本的にね1分足推奨しているので、まあ、ターボの7通貨この中でねやってもらいたいんですけども、その中でもねやっぱり勝率が高い通貨ペアっていうのも存在します。まあ、冒頭でもね全7通貨対応してるよってお伝えしたと思うんですけど、まあ、確かに対応はしています。ただやっぱこう勝率のね変動はやっぱどうしてもありますので、まあ、なるべくね今からお伝えする通貨ペアで取引すると、まあ、かなり高確率で価値を拾うことができます。まず1つ目 AUDJPY オージーンですね。2つ目が GBPJPY、まあ、ポンド円となります。まあこれらのね通貨ペア意識するだけでもだいぶ期待値上げることが可能なので、まあ、ぜひね意識してみてください。ここまでね動画を見てくれた方に必勝アイテムをプレゼントします。何なのかって言ったら今回ね紹介してきた、まあ、リニューの法則、このリニューの法則の勝率をさらに上げるための必勝アイテムですね。これプレゼントしていくんですけども、プレゼントを受け取るための条件が全部で3つあります。まず1つ目、僕のチャンネル登録をすること、そしてこの動画の高評価を押すことですね。2つ目がインスタグラムのフォロー、まあ、概要欄にねアカウント貼っておくのでそちらをねフォローしてください。で最後3つ目、キーワードの送信ですね。まあ、LINE でキーワードを送ってもらいたいんですけども、リニューの法則、このようにね LINE で構いませんのでメッセージを送ってきてください。で LINE で登録まだしてないよって方は今表示中の QR コードもしくは概要欄のね URL から飛べるようになっています。それができたらやってあることが分かるスクリーンショットもしくは写真を撮ってね僕の方まで送ってきてください。全て行ってくれた方限定でプレゼント配布していくので必ずねこの機会に受け取るようにしてください。それでは今回はこの辺りで以上となります。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。